ブロッホソルバー入門の第17回目の動画をお送りします。スピンエコー法の第3回目です。今回はシングルスライスマルチエコー法のお話です。ここに示す図はスピンエコー法における各種の手法の関係を示すものです。基本となる手法は前回の動画で説明したシングルスライスシングルエコー法でこれに180度リフォーカスパルスを追加することにより シングルスライスマルチエコー法のパルスシーケンスを作ることができます。このパルスシーケンスをマルチスライス化することにより、マルチスライスマルチエコー法のパルスシーケンスを作ることができます。これは、次回の動画で説明します。そして、マルチスライスマルチエコーシーケンスにおいて、位相エンコード方法を工夫することにより、実用的なマルチスライス高速スピンエコー法のシーケンスを作ることができます。 一方、シングルスライスマルチエコー法において、RF パルスの加え方と位相エンコード方法を工夫することにより、3次元高速スピンエコー法のパルスシーケンスを作ることができます。これは、シングルスライスマルチエコー法のシーケンスチャートです。回転座標系において、X' プライム方向に90度パルスを加え、その2分の TE 後に、 TE の時間間隔で Y プライム方向に繰り返し180度パルスを加えますそして180度パルスの前後にクラッシャーグラジエントを加えることも必要ですまた位相エンコードとリワインドは各エコーごとに行いますクラッシャーグラジエントはスライス面内の角磁化がスライス幅の端から端までで 4π ラジアン すなわち2回転するように加えることが良いとされています。ここに示す図は20個のエコーを取得するマルチエコーシーケンスをブロッコソルバーに付属のシーケンスビューワーで描いたシーケンスチャートです。位相エンコードはマイナスの最大値の時の強度を示しています。リフォーカスパルスの前後にクラッシャーグラジエントが加えられていることがわかります。一番下の矢印は データ収集のタイミングを示しています。この図は、この動画で使用する T2 分布を持つ数値ファントムの構造を示しています。プロトン密度と T1 分布は、ファントム全体にわたって一定で、T2 は各サンプルで 50ms から 140ms まで 10ms 単位で変化しています。そして、マルチスライスに対応させるために、 直径を200画素、長さを160画素としています。また、本動画では、面内画素サイズを0.8ミ、mm、リ ×0.8 ミ、mm、リとしています。これらの画像は、これまでに説明したシングルスライスマルチエコーシーケンスと数値ファントムを用いて、ブロッホソルバーでシミュレーションを行った結果です。このように、エコータイムの増加に伴い、 信号強度が減衰していることがわかります。この信号強度変化の詳細に関しては、また後で詳しく説明します。これらの画像は、先ほどのマルチエコー画像の位相画像です。このように、エコー時間が変化しても、位相は全ての画素において一定であることがわかります。このグラフは、 シングルスライスマルチエコーシーケンスを用いたブロッコシミュレーションにおいてサブボクセル数が 1×1×4 の時に各サンプルの画素強度をエコー時間に対してプロットしたものですこのように画素強度に多くの不自然な大きさの変動が見られますこのグラフはシングルスライスマルチエコーシーケンスを用いたブロッコシミュレーションにおいてサブボクセル数が 1×1×8 の時に 各サンププルのの強度をエコー時間に対ししてロットたもです不自然な大きさの変動は先ほどの場合よりもかなり減少していますこのグラフはシングルスライスマルチエコーシーケンスを用いたブロッコシミュレーションにおいてサブボクセル数が 1×1×16 の時に各サンプルの画素強度をエコー時間に対してプロットしたものです不自然な大きさの変動は先ほどの場合よりも さらに減少していますこのグラフはシングルスライスマルチエコーシーケンスを用いたブロッコシミュレーションにおいてサブボクセル数が 1×1×32 の時に各サンプルの画素強度をエコー時間に対してプロットしたものです不自然な大きさの変動はほぼなくなっていますがエコータイムが 150ms くらいのところに不自然な変化が見られます。このグラフは シングルスライスマルチエコーシーケンスを用いたブロッコシミュレーションにおいてサブボクセル数が 1×1×64 の時に各サンプルの画素強度をエコー時間に対してプロットしたものです不自然な大きさの変動はほぼなくなっていますなお第1エコーに比べて第2エコーの強度が大きいのは第1エコーはスピンエコーだけなのに対し第2エコー以下には ステテミレーーッドエコーが含まれるからですまたそれぞれの曲線に見られる微妙な変動は工事のエコーによるものです。ここに示すグラフはシングルスライスマルチエコーシーケンスを用いたシミュレーション画像において1番 T2 が長いサンプルすなわち T2 が 140ms のサンプルの画像の位相画像の画素値をエコー時間に対してプロットしたものです。このように スライス方向のサブボクセル数が大きいときは、ほぼマイナス90度となっていますが、サブボクセル数が少ないときは、マイナス90度からかなり離れた角度まで変動しています。マルチエコー法は、しばしば T2 の計測に使われます。ただし、第一エコーの画素値は、第二エコーの画素値よりも小さいので、第二エコーより後の画素値を、指数関数にフィッティングすることが、 しばしば行われますこのグラフはそのようにして作成した信号減衰曲線の対数プロットですこのように画素値は直線にきれいにフィッティングされることがわかりますこの表は先ほどの減衰直線から求めた T2 の値を各サンプルごとに求め設定した T2 の値と比較したものですこのようにサンプルによって異なりますが T2 は設定した値に比べて18%から30%くらい長い値になっています。これはスティミュレーテッドエコーによってエコー信号の減衰が抑制されたことによるものと考えられます。よって正しい T2 を求めるためには例えば 90° 度冷気のスライス幅よりも 180° 度冷気のスライス幅を広くするという方法や T1 と T2 の多数の組み合わせに対するブロッホシミュレーションを行ってデータマッチングにより T2 を求めるなどの方法が考えられます。そこで90度冷気のスライス幅を 5mm から 2.5mm と半分にして同様のブロッホシミュレーションを行いその画素値の減衰直線から T2 を求めた結果とその設定値との比較をこの表に示します。このように スライス幅が 5mm の時は18から30%あった誤差が6.5から10%へと3倍くらい改良されています。もっと改良するためには180度リフォーカスパルスのパルス幅を広げた方がいいかもしれません。最後にシングルスライスマルチエコーシーケンスのソースコードを紹介します。最初の部分に例によって ライブラリのインポートとシーケンスパラメータの設定を行います。TR はマルチスライスのシーケンスへの対応を考えて5280ミリ秒にしています。ここでは RF パルス波形の関数定義とエクサイテーションブロックの定義が行われています。エクサイテーションブロックでは選択冷気パルスのリフォーカスのためのグラジエントとクラッシャーのためのグラジエントを足したものが 加えられていますここではリフォーカスブロックとシーケンスループが定義されていますリフォーカスブロックではクラッシャーグラジエントフェーズエンコーディングフェーズリワインディングデータ収集などが行われますこの動画のまとめです1番目高速スピンエコー法の基礎となるシングルスライスマルチエコーシーケンスを紹介しました 2番目、エコーの位相を安定させるために、リフォーカスパルス前後のクラッシャーグラジエントが必要です。3番目、エコートレインの最後まで、正しい信号強度を有するエコーを発生するためには、スライス方向のサブボクセル数を十分に確保する必要があります。4番目、マルチエコーで T2 を計測するためには、冷気パルスに対して、 リフォーカスパルスのスライス幅を広げるなどの対策が必要です。今回の動画は以上です。ご視聴いただき、ありがとうございました。